本日村に来た昆布さんです。おろっす。おろっす。じゃあ行きましょう。行すごいですね。最高や。めちゃくちゃ遠いよ。決まります。最高です。うわ最高ですね。はい、滝から帰った後はサウナやで。昆布さんが持ってきたこれやテントサウナ行きましょう。ほら、おー、初テントサウナだ。ああ、この2本のポール立てるだけ。クロスに組んで。構造はめっちゃ簡単なんですけど、はい、入り方がシビアすぎて、全然閉まんないんですよ。おお。村で初のテントサウナやりましょう。すごい、結構でかいですね。そうですね、大体4人ぐらいは入るって感じなんで。おいす、こんななんだ、あんなコンパクトなのが。一気につけた方が、うん、まあ、一旦こいつらに火が回れば。びっくりしてるんやろ。俺もびっくりしてる。はい、準備が、水を整いました。整ってんでね。
やっていきますか。いきましょう。はい、じゃあ今から整います。整いボックス、よいしょ。うお、すごい、すごい、こんな熱くなるんだ。うお、すごいですね。だいぶちゃんと熱いっすね。かけていただいて。おお、ロウリュ。ロウリュ。ロウリュいきます。おお、来た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 。あっち、あっち、あっつ。いや、めっちゃ温度上がりますね、これ。わあ、効きますね。いい。いいっすね。すごい。めっちゃ高温になるわ。いや、いいですね。最後。いや、なかなかいいですね。めちゃめちゃ曇ってるけど。最後。よいしょ。おい。めちゃくちゃ体が冷えてる。冷えてますね。いや、最高っすね。こんな暑くなると思わなかった。おお。いいですね。体を締めます。締めましょう。うん。死ぬ。死ぬ。うわ、めっちゃ締まるこれ。ああ。めちゃくちゃ冷てえやん。冷たいですね。最高っすね。最高です。はい、じゃあ今からいろりで宴をします。もつ鍋用のキャベツ。私は芯が嫌いなんで。え、芯が美味しいの。芯あげるじゃん。腕前全部取られるので、ちょこちょこ言わなくなるお帰りいただいてで、私はもう引っ掛けながら入れていいんです。ビールは12缶。はい、また増えて、めっちゃあるじゃないですか。めっちゃある。タンドリーチキン、もつ、もつ、おー、もつ鍋だ。それが大見牛のスパイス。へぇー、灰色の上に。おぉ、手だけ焼ける。ありがとうございます。と、鍋の、へぇ、これやっぱり鹿か。鹿、うちの鹿がずっと出るんだから。あ、あ、まあ、あと、椎茸ですね。いいですね。椎茸は普通に焼きたい。あの、今からイノシシ持ってきた。うん、飲まないですか。飲みます。いるんだよ。じゃあ一番絞りを。パクちゃんは？ああ、じゃあレモンサワーもらおうかな。うん。あ、どうす。佐伯さんは？うん。もう始まった。あれ？どっか出てたんだ。ここに。ある。あったあった。準備前から準備開始前から。
乾杯っす。おるっす。ええっす。おじさん。うまいね。で、火に出してこうやってやればいいじゃん。ああ、うまいんだ。これなんか、なんか肉屋で、はい、その地元の肉屋さんがあるんですけど、そこでおろしてくれてる肉を昨日買ってきて、うわスーパーで働いてる。オッケー。焼いてもうまいし、もつでも、もつ鍋でもうまいと思う。あ、いい感じのですよ、うん、飛び跳ねてるざっくりでいいっすよ。おお、いいね、美味しそう。はい、今も、うん、いいっすね。はい、おやきですね、うん、おやきも作っていきます。これやったんぞ。カチペーパーだ。初おやき、初おやき。いいぞ。ここめっちゃ薄い。ムラがある。いや確かにムラはめちゃ薄い。破かないでって感じ。確かに。おい、透けとる。へえー。はい、本日の宴セットですね。タンドリーチキン、鹿肉、豚肉、もつ鍋。おいいですね。自家製のすももしと梅酒もあります。そこを閉じたらいい。そこを閉じたら、そこ閉じたら多少違います、ね。うん、まあまあ上は仕方ないにしても、うん、はい、じゃあ改めて、はい、乾杯。乾杯。はい、いいですね。はい、じゃあ梅酒いただきます。うん、梅もつ鍋です。え、あの、帰っておられますけど、え、寒いのに大丈夫って心配されましたよ。あ、ありがとう。うちで1時間半ぐらい喋って帰られたよ。マジ、うん、前のお巡りさんも 2,3 時間おったことがあるんですよ。話して、あ、そうだそうだ、岩崎のこと忘れとったって帰るよ、なんてか教えてくださるか。じゃあ、もつ鍋いただきます。めちゃくちゃうまそうだな、これ。いただきます。あ、米食べたい人、うまそう。はい、できます。米、行きたいっすね。うん、うまい。うん、うん、うん、最高っす。近かったね。あ、そうですね。めちゃめちゃ近かったんだよな。うん、いや、うまい、うまい。うん、あ、とりあえず大丈夫です。うん、はい、あ、ありがとうございます。うまい。うん。美味しいこのまで。うん。あ、うん、お腹。ブリンブリン。あれ、なんだっけ。佐藤一キロ。お。です。九州だっけ、あの黒糖。黒糖の方からもらっ
したっていう、あの、その猟友会の中で、サギ油が乗ってて、めちゃくちゃ刺身食ったからうまくて、牛肉と違った刺身っていうか、ちょっとピンク色で、うまいね、ピンク色、うまい、うまいですね、リアクションいいですよ、うん、うまい、うまいですね、これ柔らかい、どういう流れで知り合ったんですか、花さんが、はい、ジモティってサイトご存知ですか、はいはいはい、ジモティに村作り手伝ってくださいって投稿しておられて、それに池があるじゃないですか、はいはいはい、あの池の上が草刈りしたんですよ、傾斜がある斜面、それが最初だったです、ね、で、その時に、はいはいはい、あの動画見ないと話した、まあどんな人も、はい、タンドリーチキンです、そうやりとりで人気性が分からんな、分からん、会うまで分からないですからね、直接、え、直接会ったからといって、うん、うまい、うん、目出し棒、夏用の目出し棒でここしか出てなかったですからね、それは失礼だな、ええまあまあ確かに、それで店が持っとったかもわからないですね、この濁り酒をちょっといただきます、まああんな店がいっぱい、よし、ありがとうございます、こんなもんで、ありがとうございます、あ、そのなんか、あ、美味しい、駅前の角っこの、あそこ息子がやったとこ、うんうん、あそこ次は醤油のもつ鍋です、醤油だし、うーん、幸せ、幸せ簡単、幸せ簡単、笑ったの、取ってなかった、取材者、笑ったもんじゃないの、幸せ簡単、しみるな、しみるな、敵ですって、島南部だろ、時間おもろいな、かじった一瞬油が飛んできて海になったかと思ったら違ったじゃあみんなでは油がいっぱいだな、なんか言うな、うん、もういいや、うん、泣きながら寝てやるのか、うまい、うまい、じゃああの舌が飛ぶじゃん、うん、あれが当たったかなと思ったらみんなで当たった、うまい、え、これこれよこれこれです、あー、ついたのかな、あ、ほんまっすか、ほんと、ほんと、はい、というわけで今日はいい一日でした、というわけで寝ます、はい、おはようございます、現在7時ですね、午前、今日も快晴です、いやー、すがすがしい朝ですね、めっちゃ寒いけど、彼ら結構遠征してますね、ここら辺まで歩いてきてます、朝ごはんです、はい、